はい、皆さんこんにちは、アイリスです。ということで今回なんですけれども、さあ久しぶりのオソロニア動画ですね。ということで、対戦動画自体も久しぶりじゃないですかね、結構。ということで今回使っていくのがこの召喚ルーレットデッキ。ちょっとね、面白そうなデッキをね作ってみました。ということで、まずこれがねどんなデッキなのかっていうのをね、まあ紹介していこうかなと思います。で、まず S 枠見ていきましょう。まあリーダー以外ね、リーダー以外の S 枠見ていくんですけど、透過刹那、透過フレイヤー、進化リコル、この3体をね入れてるわけなんですけど、この子たちの共通点何かというと召喚、そして、まあ、ターン数が結構かかるっていうのがまあ特徴かなと思います。まあフレイヤーは3ターンなんで、まあ言うてなんですけど、刹那を4ターンで、リコルは7ターンかかるというところなんですけれども、このねリーダーにこのポイントがあるんですよ。そう、今回リーダーにしてはこのイクシラ、黄金イクシラですねの投下なんですけど、こちらが5ターンヘイストってことなんで、めちゃめちゃ早めてくれるんですよね。だってリコルが来ようが、もう2ターンぐらいかな、2ターンぐらいでも召喚できちゃうというところなんで、めちゃめちゃ強いよと。で、まあ結局何がしたいかというと、これまあイクシラリーダーにするわけじゃないですか。で、おそらくこの3枚の召喚がもなし、1枚は引けるだろうという考えですよ。まあ来なかったらこのデッキは多分もうあの終わりなんですけど、まあおそらくね1枚送るだろうと。で、その来た駒をまあ置いて、で、イクシャでヘイストして召喚するっていう、まあそういう流れですね。で、これでまあダメージ与えたり回復したりなんなりして勝っていこうというデッキでございます。ということで今回は早速このデッキ使っていきましょう。さあやっていきましょう。相手学園アズレイリーダーですね。これマタンですかね。はい。ああ、何も引かない、何も引かないのが一番まずいんじゃないのこれ。とりあえずエンデがしますね。まあでもね、3ターン目にまあ変置きがあるんで、そこでね何個置ければいいかなって言ったら、ね、そこまでに引ければ大丈夫なんでね。相手初手罠、ここで罠出してくれるのはありがたいですね。特殊罠、私を侮らないでもらえますか。これは強いぞ。ちょっと待てよ。これメイティス相手先に置いて、おリリティエかな。リリティエだったら反応しないのはまあわかるんですけど、それかフルーファーとかかな。でこれさっきね言い忘れたんですけど、このデッキのね面白いところがね、この出てくる召喚駒によって結構展開変わってくるんですよね。そこが面白くて、そのまあ同じデッキではあるんですけど、これリコルが来たりとか、まあ、刹那が来るかとか、それで結構ね試合の展開とか変わってくるんで、その辺もねすごい面白いデッキなんですよね。でこれね、リコールがね多分マジで強いんですよこれ。これ見てもらうと分かるんですけど、このユニコーンっていうコマがいて、これ2ターンであれば2000回復するんですよ。これを2つ呼び出しちゃうっていう、これバケモンみたいなコマなんですけど、本来は7ターン待ってこの強さなんで、7ターン待つだけある性能なわけなんですけど、今回それをねもうヘイストしちゃって、もう2ターンで一緒に呼び出すだけなんで、バケモンですねこいつは。なんでルーレットってところでいくと、ルーレットの一番当たりかな、リコルが多分。さあそんなこんなでこんな感じだったんですけど、おおそっち、これリコル角置いちゃうか。リコル角置いて、さあ角を置いて、でイクシラ置いて、で回復しちゃいましょう。でこの2ターンで結構 HP 削られちゃうと思うんで、このユニコーンでね一気に HP 戻していきましょう。ロックはまずい、ロックはまずい、ロックはちょっとやだな。まあでもアンプルが出るんで、このダメージを抑えられるんでね。はい、ここのダメージを抑えていきの、ダメージ与えの、さ相手はおお、アスニエル、え、アズデッキかな、昭和ズ、普通のアズ、学園アズ、アズリエデッキかな。さあここでいきますよ、ヘイスト。ここで5ターン早めていく、で早めてもう次で召喚できるよと。さあこれ盤面的に巻いてきついですかね。さあこれどうする、さあ悩んでますね。これはだいぶきついんじゃないかな。そっち来る、 OK。
さあ今ね HP がこんな感じなんですけど、こっから一気に戻していきましょう。さあ出る場所も大事。そこかー、まあ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 、ここはシールド貼ってダメージ抑えの回復やばい強い4000回復。さあこれでユニコーン消すとなると、相手ユニコーン消せるのが E の2か E の4なんで来ましたね。そこを置くと盤面がね辛くなっちゃうんで相手としては。ただこれで1000回復あるとは言えだな、耐えられないかもしれないな。希少技の毒もあるんでちょっと心配ですけど、耐えましょう。なんとかここは耐えてしまえば勝ちなんで耐えろ。ここを耐えたら勝ち。悩んでる。でもファースト出したんでフィニッシャーもしかしたらないかもしれないですね。お、これは来たんじゃないか。で、オッケー、ワスケも強い。ワスケも飛ばしますか。このターンで飛ばせないんですけど、ここで相手はパスですね。で、昭和の毒終わるんで、毒はこの学校のね、700毒だけになるんで耐えていくと。そして、バイスを持っているので、これとワスケもコンボつなげて飛ばしていく。3枚返し。よいしょ、ありがとうございました。さあ行きましょう。お相手アルカードリーダー、珍しいですね。神のまま入ってる感じかな多分。お、刹那引いたぞ。これはちょっとねやっちゃいましょう。シビエント置いて、で刹那兵を消してイクシラを X にします。とりあえずシビエント打って、大体多分フュージョンに伏せくるんじゃないかな。ルキアか、ルキアか、ルキア来るか。まあまあまあ仕方ないね、これは。こっち行って、刹那を意地でも置きに行きましょう。逃しこっち来る。あれ、強いな。まあ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 。共に行きましょう。ここで刹那配置しての、で3枚返し、3枚返ししてくれてくれると嬉しい。3枚くるんじゃない普通に。来た、おー珍しいな、セクショリッチか、シンカリッチで。これでオフレイヤーも来たけど、しかもイクシラでエイストして、さあ次でも召喚来ます。そしてコンボ確定ですね。いや本来だったらこの動きできないからね本当は。さあこれで召喚が来ますよと。たったの3ターンかな、2ターンだったかな、分かんないけどでこの強力なねスキルが使えるよと。よいしょ、強いぞ。これ消しづらい位置にまたねこのクオンがいるんで、かなり厄介ですねこれは。相手からすると特にシーノさんのクオンが厄介ですね、相手からするとね。出番よ、オルプレ。これあれもう一回コンボさせてもらいましょう。これフレイヤー置いて、これフレイヤーのコンボもね強いんで、ひっくり返して毎セックで1200なんで2400出せるかな。でクオンのコンボはねつながってるんで、これ強いな、これ強いけど、ここを耐えて、耐えろ。よし。で、多分飛ばしに行くのはまだ無理なんで、ここで、こうですね。アップを置いて、耐えると。だいたいコンボないんで、このターンは。おそらく飛ばせないはず。で、僕はね、フレイヤーと、コーンのね、ラブコンがあるんで、これ飛ばせていけるよと。よし。さあ、素敵な爆発を。飛ぶよね、多分。さあ、ここに前返し。フレイヤーとクオン。コンボして、特殊ダメージ飛ばしていく。よし、大変。はい、ということで、今回はこの召喚ルーレットデッキ使ってきましたということで、まぁ、今回ちょっと2試合だけになっちゃいましたね。ちょっと時間の都合でね、もう結構夜遅くなっちゃったんで、
あのこの辺で終わりにしようかなと今日は思います。まあもしねあのもっと見たいっていうリクエストがあったらね、また今後ねまたもう一回動画にするかもしれないです。なんでその時にまた見てもらえればなと思います。皆さんもねぜひこの召喚ルーレットデッキ組んでねあの遊んでみてください。他にもなんか強い召喚駒 いるかな S 駒で、まあなんか言ったらその駒とかもね採用してやってみたいですけどね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。